ちは、たえです。今日は八千代ゴルフクラブに来ています。今日ご紹介するのはこちら。これ何ですかね。何ですか。グリーンナビです。使い方は使ってみよっか。そうですね見たことない。初めて見た、ね、初めて見た。見て、こんなちっちゃいの。なんかグリーンマーク代わり、グリーンマーク代わりにもなるので、この泡のある位置によって傾斜が動くんです。ちょっと実際置いてみますか、うん、まずちょっと傾斜分かりやすいことになってるから、ここからカップまでの傾斜を見るときからこう置きます。上りのこれの見方は、まずこれで何だろう、上り下りを見ます。ここで泡が今ちょっと真ん中より上にあるので上り傾斜になります。でこっちの横棒で泡を見るんですけど、横棒は真ん中よりちょっと左に泡が来ているので、スライス左が高い、うん、上りのスライスラインだそうです。スライスわかりやすい。これ見なくてもいい。もうラインを読む必要ない。マーカーガイドに使われるすごいやつ。この辺なんかほぼ平らに見える、うん、見える。あ、でもやっぱり平らだ。これがちょうど真ん中に来てるんで平らで、やや上り、まあ、ほぼ平らだ。こっちも真っ平らなライン。平らでもさ、うん、カップの手前がさっていう時は、まあ、っていう時は多分これ置いて持って持ってまた測ってここよく違くない。あ、でも変わらない。あんまり変わんないんだ。なんか迷った時にこれ使えば確かに迷いなく打てるよね。まっすぐ、超まっすぐ。一番難しい。ダメです、ダメです。打ち方が悪い。え、でもまっすぐだね。うん、まっすぐ。なんかここかんない。わかりやすい。わかるし、そう、迷った時置けば迷いなく行ってる。めっちゃいいですね、これ。見たことない、持ってる人、うん、初めて見ました。欲しい。太平洋の T 関係ない、うん、関係ない T 急にすいません。そういう意味じゃない。はい、という優れもののご紹介でした。はい、バイバイ。